あのですね、僕は三橋先輩のことが好きです。僕と付き合ってください。君、私の噂知らないの？え？なんでもない。とにかくですね、僕は三橋先輩のことが好きなんですよ。いいよ。え？だからいいよ、こんな私でよかったら。本当ですか？ありがとうございます。よろしくお願いします、三橋先輩。はい、こちらこそよろしくお願いします。じゃあ大輝くん、一緒に帰ろっか。はい、千鶴先輩。千鶴って呼び捨てにしてもらいたかったんだけどな。はい、何か言いましたか、千鶴先輩？ううん、なんでもないよ。はい、三橋先輩。千鶴先輩。ああ、今日から私の家で一緒に期末テストの勉強をしましょう。え？私が大輝くんの勉強を見てあげるから。でもいいんですか？いきなり押しかけちゃっても。大丈夫よ、私一人暮らしだから。え？千鶴先輩、一人暮らし、二人っきり。大輝くん。あ、はい。あ、千鶴先輩。待たせちゃってごめんね、すぐに着替えてくるからね。あ、はい。行こう。千鶴先輩、体育着姿も可愛いな。大輝くん、大輝くん。もう大輝くんってば。あ、はい、すみません。何を妄想してるのか知らないけど帰るよ。私ん家で勉強するんでしょ。あ、はい、すみません。あ、ちょっと待ってて。あ、はい。一人暮らし。ん？どうぞ。はあ、今さらながらかわいい。先輩と二人っきり。ちょっと大輝くん。あ、その顔気持ち悪いんですけど。あ、すみません。どうせまた変な妄想してたんでしょう。いや、うん、バレバレなんだから。まあいいわ、入って待ってて、お茶入れてくるから。でもさ、私と付き合おうなんて大輝くんも変わり者だね。え、なんでです？知ってるんでしょ、私の噂。噂？知りませんよ、別にそんなの関係ないですし。僕、そう。それじゃあ勉強始めようか。千鶴先輩の噂は僕が千鶴先輩に告白した後で知った。僕は知らなかったが、それは学校中に知れ渡っている噂らしかった。池田先生と千鶴先輩の不倫の噂。池田先生は若くて爽やかでイケメンで、特に女子にめちゃくちゃ人気のある先生だ。最近はテレビでも先生が生徒に手を出したなんてニュースを目にすることも多いし、ありえない話じゃない。でも千鶴先輩のそれは単なる噂、何の証拠もない、ただの噂なんだ。そんなこと分かってる、分かってるのに、なのに負の妄想が頭を離れないんだ。ほら大輝くん、話を全然聞いてないでしょ、まったく。ああ、すみません。うーん、大輝くん疲れてるようだし休憩にしようか。聞かなきゃ、確かめなきゃ、遠回しにでも。このままじゃ僕は。池田先生ってかっこいいですよね。男としても僕なんかとは大違いだし、千鶴先輩はどう思います？なんだ、やっぱり知ってたんだ。あ、いえ、じゃああの噂はやっぱり。そりゃそうか。知ってました、知っていましたよ。
その噂を知ったのは先輩と付き合った後でしたけど、知っても僕はやっぱり先輩が好きで、でも元々ダメ元で告白したらオッケーもらって、釣り合いもしないのに一人で浮かれて、でもやっぱり二股なんて無理です、僕は耐えられない。だから池田先生はかっこいいし、僕みたいにエロい妄想ばかりしてるやつより、悔しいけどよっぽど千鶴先輩にはお似合いだと、それが自然だと思います。だから先生と お幸せに。終わった、これでいいんだ、さらば僕の青春。先輩さようなら。今のは噂を知らないって私に嘘をついた分だから。ファーストキスだったのに大輝くんのせいで鼻水の味になっちゃった。千鶴先輩、今ファーストキスって。気づくのが遅いよバカ。あの噂はね、ずっと親友と思ってた子にばらまかれた噂だったんだ。私池田先生に告白されて、その子に相談したらこの様、嫉妬を買ったのね。私のこと信じてくれる友達もいたけど、噂は大きくなって広まっちゃったんだ。もちろん池田先生の誘いは断ったわよ。でも私こんな性格だから敵ばかり作っちゃって。ああすみません、僕先輩のこと何も分かろうとしなくてすみません。そうね、じゃあ罰を受けてもらおうかな。罰？そう、罰として私のことを好きになった理由を述べよ。そんなことでいいんですか？まずは一目惚れです。どこから見ても僕の好みど真ん中です。初めて見た時から心臓わしづかみだったし、一見きつそうに見えるけどすごく優しいどころか、僕と違って頭もいいし、小さめの身長もつぶらな瞳も、ああこの前作ってくれたお弁当もすごく美味しかった。やめて。スタイルもいいし、喋る声も可愛いし、癒されるし、和むし、何より見ているだけでドキドキするし、今こうして一瞬。ストップ。もう分かったから、私が悪かったから。だからもう私に嘘つかないって約束してくれるなら、さっきの続きしてもいいよ。は？はい。かなさん、今日はテスト勉強しにいらしたのでしょう。何が勉強だし、どうせ千秋はこういうことばかり考えてたんでしょ。そんなこともないけど。そんなにしたければすればいいじゃない。キスだってまだ。それはお前今そういう雰囲気を作る。小僧怖いのか。でもとりあえずキスから。あ、俺の口臭くないかな。唇も荒れてるかも。つうか俺汗とか大丈夫？今日履いてるパンツ何柄だっけ。あ、絵が出たらどうしようって。あ、乳首の毛抜いとけば。ごめん、うんこ。さっきうんこ言ったじゃん。何逃げようとしてんの。違うし、ちょっと準備をしてこようと。それにお前こういうことは急いですることじゃないし、キスしたから恋人みたいなのとか俺そういうの嫌いだし。ん？直接股間を狙う。別に変な気持ちで触るんじゃないから、大きさを知りたいだけだから、罪にはならないはずだから。でも素手とか。手袋があればあとメジャー。今度にする。今度っていつこうやって逃げてるのか。そうじゃない。ああ、もう触るの触らないのどっち。触りたいなら触っていいよ。外でやるのもいいと思うけど。こいつ野外プレイ好きか。私は人に見られるのは。あ、大丈夫大丈夫、堀江が嫌ならやめるわ。私に教え込もうとは思わないの。バカ、俺が堀江に教えてほしいよ。木島 M か。しかし性癖を言うのは私に理解してほしいんだろうな。You're not into it. I'm not into it.